はい、どうもラウンズでございます。はいはい、今日はまあ久々というかこの季節がやってまいりました。これね、これまあちょっと多分みんなが向いてるのとは多分ね、ちょっと違うんだよ。ちょっと違う。はい、大分県産ぶとエビでございます。はい、こう見えて芝エビではございません。うん、不思議だよね。ちょっと近づいてみたいよね。はい、こんな感じのね、甲羅のやつ、甲羅っていうか殻っていうのかな、ここ甲羅になるのかな、こんな感じのやつ見たことないですか。こんなやつ、あのなんていうの、普通のエビっぽい甲羅っていうのかな、他のもそうだけどね、これはね芝エビではありません。こういうやつね、これは芝エビなくて、これはもうぶとエビって書いてあるけど、実際には赤エビと呼ばれるものになりますね、大分で。他の言い方すると、でさらに他の言い方すると猿エビとか、言われてるものになります。この甲羅ね、覚えておいてね。はい、こんなカレーが、これが、赤エビとか、ぶとエビ、猿エビと言われてるものになります。はい、というわけでですね、まあこのぶ、まあ赤エビか、赤いとか猿エビと割とも買ったんですけども、じゃこれなぜ買ったのかで、まあ芝エビとちょっとまず差がちょっとよく分かりづらいっていう方に、さっきの写真を比べてもらいましょう。ドン。はい、これ分かりますかね、このね模様がこうなんかエビっぽい、エビの方がこの赤エビとか猿エビで、こっちのなんかまだらな模様っていうのかな、赤っぽいまだらな模様が、芝エビとなっております。はい、まあ、こう比べればね分かりやすいんだけど、パックに入ってるのでね、意外とねこの、赤エビ系が多かったりするんですよね。でグレの食いはどっちがいいかって言われると、間違いなく芝エビでしょう。芝エビ、うん、でもなんでこれを買ったのかというと、まあ、稚魚用です。稚魚用、まあ稚魚を個人的にあんまりね、芝エビもこのねブトエビ系もよ、あんまり差が分かんない。もう俺が下手だからっていうのはあるかもしれないけど、グレは芝エビの方が食う、うん、これは間違いないと思うんだけど、ちなまんまこれいいんじゃないのみたいな。しかも割と、こういうのつけるときもう なんていうの、餌取りが多いときとか、まあちょっと変化を加えてみようみたいなときにつけるので、まあ一回つけるとちょっと大きいよね。グレやっぱね、食いが悪いときにつけるからちっちゃくつけるけど、まあ一応でもグレも食います。うん、これは間違いない、実験してるから、ね、食うんだけど、まあ本物の芝エビと比べるとちょっと食いが落ちるかなみたいな、これは個人的な意見ね、個人的な意見。ということでですね、まあ今日はこのブトエビを、剥いていきたいと思います。やっぱ匂いもね、芝エビに比べてちょっと 薄い感じかな。芝エビの方がね、強烈 なんかエビ臭い匂いするんですよ。これ今もう開けてるんだけど、開けてる時点で、もう扇風機こっちかけてるんだけど、もう匂いがブワーって部屋中に一瞬で広がるぐらい、もう開けた瞬間に臭いです。うん、匂いもちょっと薄いので、まあ、チヌとか、まあ、マダイ釣りとかも使えるかなと思って、まあ、買ってみました。まあ今日はとりあえずこれを見ていきましょう。はい、まあいつもの感じやね、まあでっかい丼で、今日はね全部でこの3パック買ってるんで、3パック剥いていきたいと思います。でかいからね、剥くのがめちゃめちゃ楽なんだよね。よいしょ。まず1パックに集める。1パックにね、入らねえや。1パックとかあったら1パックをこう空のね、こういう状態かな、空にしてこう剥くと、剥くのはね、もうこれ頭取って、味噌のとこ取って、
全然いいんだけどね。もちろん味噌付きで、はい、まあそんな感じで剥いていきますけど、ちょっと剥き方をね、まあ、大きいなりの剥き方をちょっとズームしてやってみましょう。はい、ではね、剥き方です。っていうかでかいやろ、わかる？こう俺がいつも手でかいでかいって言うけどね、こんなでかいんですよこのエビ。もうこれでかすぎな方だけど、もう中ぐらいのとこ混じってるからね。芝エビの中によく混じったのはこのサイズぐらいだね。芝エビちょっと大きいねって思うのが大体こんな感じ。もう甲羅ね。はい、では剥き方ね。もうこれめっちゃ簡単、頭通る。でこのなんていうの、味噌部分の上を取るね。味噌の味噌俺は残すけど、でこの辺をベリベリ言いながら取る、取りながら回すっていうのかな。で、まあ1回か2回かな、ここね、この部分、最後尻尾を取る。早すぎかな。ほい、もうそうそう、分かりやすくでかいのやってるけどね。はい、分かりやすく、まあちょっと大きめのでやっております。もう一回ね、頭を取る、頭っていうか甲羅っていうか、でこの足の部分をちょっと持ってこんな感じかな。俺味噌は残す派です。でこのいっぱいついたら足をね取りつつこう回すっていうのかな。うん、大きいと2回ぐらいに分けるかな。まあ、こっち甲羅がついてるんで、甲羅で合ってるんでいいかな。抜きつつ、足をちゃんと取らないと足ここにね残るんですよね。うん、だから足を取りつつ甲羅をくるりと、で最後ねこんな感じになる。まあブラックタイガーとかエビもそうだけど、ここはねこう押してあげる、ブニュッと。で、はい、じゃあもう一回ね、頭ね、でここのねちょっと硬い部分があるんで、お手で押さえつつそっとやると味噌が残る。でこの足ね、足を俺の場合これ俺のやり方だからね、人それぞれあれあるかもしれないけど、よいしょ、こんな感じでくるりんぱと、でまだ残ってるでしょ。ここもこの足をちゃんと取るね。これはもうほんと取れてるから、あとは最後押してこんな感じ。はい、こんな感じでございます。はい、ではね実際に、剥いでいきます。で、あとねあったら便利なの、こう前も紹介したんだけど、このクッキングペーパーね、こう2、3枚ぐらい、まあ、今もそうだけど、やっぱちょっとね何かあった時に手がベトベトだと何も触れないから、2、3枚用意しておくのがいいと思います。なんかパパッとこうとりあえずある程度拭けるんで、まあ、そんな感じでございます。じゃあまあ、剥いていきましょう。早送り、早送りかカットしますカットします。はい、剥き終わりました。剥いた、だいたい15、6分ぐらいかな。はい、手ベットベットです。ちょっと洗っていきたい。こういう時にこれがあっていいんだよね。よいしょ、うん、いて、はい、ということでちょっとね、手を洗っていきます。はい、洗ってきました。うん、うん、大丈夫だよね。はい、こんな感じですね。まあ、丼がちょっとでかいんで、
量が少ないように見えるけど3パック分なんでそれなりにあります、はい、これからねこれを入れるわけですよ、L グルタミン酸ナトリウム 99% なんちゃらかんちゃらトリウム 1% のこれね。まあ別にグルタミン酸ナトリウム 100% でもいいんだけど、うん、まあとりあえずこれをあのねあんまり入れなくていいね、あんまり入れなくていい、まあ、とりあえず入れてみましょうか。はい、ではねこれを入れていきましょう。しまやカメラがあって怖いな、入れづらい。シャーッと、はい、こんなもんで、こんなもんで、こんなもんで、あのね、あの芝エビと一緒でちょっとぬめりがあるので、あのあんまり入れなくて、でこのね割り箸とか、まあ、箸でもいいんだけど、箸でこう、あ、もうちょっと入れていいか、もうちょっと入れていいね。うん、芝居と一緒で本当で、ね、ぬめぬめしたのが出るんですよこいつも。うんうん、やっぱくせえわ。うん、まあいい感じじゃないですか。そうでもない。ところどころにこう残った足が出てくるっていうね。足か甲羅か、うん、これね、ほんと入れすぎるとぬめりが取れちゃうから今ぬめぬめ状態やね。うん、これでいっか。うん、これでいいね。これ味噌も出しちゃってる。はい、しばらく混ぜてこの中ぬめり感が出てるの分からないか、なんか分からないね。なんかぬめぬめした感じ分かりますよ、これ重要ね、これ、うん、なんかねっとりぬめぬめ、これがいいんですよ、これが重要だから。だからこれをね入れすぎちゃうと、まあ、味の素と一緒だけど入れすぎちゃうと、あ、なんかこのヌメヌメが出すぎちゃってなんか水っぽくなりますので、ちょろっと入れちゃいいです、ちょろっと。あとはあの俺はねこれからあの冷蔵庫で一晩寝かせます。で寝かせてから、なんかこう何匹かずつであのちっちゃい袋に入れたり、あのラップでくるんだりしますね。なので、そうそう、だからちょっとでも入れて、あの、つけておけば中までこの味の素染み込んでいくと思うんですよ。まあ、あと、そうやな、そんなもんかな。はい、というわけで、まあ、今からね、これを冷蔵庫で一晩から丸一日、まあ、丸一日でもいいと思います。つけておいて、それから小分けにすると。な感じでございます。はい、というわけで、丸1日経ちました。もう24時間は経ってるかな、24時間ちょい経ってます。はい、じゃあ完成を見てみましょうか。はい、これね、まあ、ラップしてんだけどこんな感じで色がなんかちょっと赤っぽくなったらわかるかな。はい、こんな感じで、ね、ほらぬめりがすごいからこう、相当傾けてんだけどね。こうだから、ほら、ぬるっと。いいね、いいね。味の素っていうか、まあ、グルタミン酸ナトリウムは入れすぎではなかったといった感じかな。ぬるりとしたね。これが必要。ではね、ちょっと、軽く。おぉ、いいっすね。いいよ、いいよ。おぉ、このぬるぬるか。カメラだとこのねぬるぬる感がね、これグリでもちゃんと食えますからね、うん、いいねいいね。ほらこのぬるぬる感、うん、ね、ま
ちょっとグレツリーにはちぎりながら使えば、まあ、使えるけど、まあ、今混ぜてるのまた今からね、移し替えるので、それでちょっとまた全体的に軽くなじませるようなね、うん、これがね、ほんと あのグルタミン酸ナトリウム入れすぎちゃうと、このヌルヌルがね、全部水分が取れるのと一緒なんですよ。味の素を入れても。で、なんかこのヌルヌルごとなんか水分でべちゃーって出ちゃうんだよね。出てないでしょこれ。これは、成功だね、成功。失敗しちゃうとオッキアミの加工みたいに水がジャーッ、水っていうか水分がめちゃくちゃ出るので、だからあれぐらいでも十分で、少ないけどこれつけておけばちゃんとオッキアミじゃなかったむき身の中まで染み込みますからね。はい、そんな感じで、移し替えていきましょう。はい、ね、これ移し替える時っていうかね、まあいろいろ皆さんやってると思うけど、俺はこれを使ってます。ちっちゃい袋ね、昨日紹介したかな、してないかな、わかんないけど、こうなんだろう、こういう入れ物ね、こういう入れ物見たことあるでしょ。これダイソーとかで売ってます。これは100枚入りやったかな、で100円、だから1枚1円なんだよね。はい、まあ、ラップでもいいけどこれの方が楽だよね。ただこれちょっとね、まあ、ちょっとちっちゃめなんだな、これ買ってくればよかった、はい、もういいでしょ、もういいでしょ。これに、移し替えていくといった感じです。やっぱちっちゃいな、よいしょ、やべ、これね、入り口のところが広すぎて扱いづらいんだよね。開けやすいんだけど扱いづらい。数とかね、数えてないです。普通にただある程度満タンまで入れるみたいな感じかな。あんまり空気抜いちゃうと、空気を完全に抜きたいんだけど、抜きすぎちゃうとここからビュッて出ちゃう。あと箸でね、この辺にいっぱいつく、この上の何ていうか密封する上にこうついちゃうんだよね。どうしようもない。だから買うならちょっとこの上が短めのやつで、まあ、もう一回り第二関節ぐらいかな、もう一回り横がね大きい方が扱いやすいと思います。はい、まあ、とりあえずねこんな感じで、一つずつまとめていきたいと思います。はい、こんな感じで完成いたしました。7袋かな、若干多分重さに誤差があると思うけど、大体7袋多分作れば、これちょっと多いかな、まあそういうのがあるんですけど、C というのは、まあ、チヌの頭文字取って C です。はい、もうこれ普通のね、むき身といっても分かんない、まあ味噌が多いからちょっと色がちょっと出ちゃってるところはあるけど、うん、っていうか俺このまま食いたいぐらいだけどね。はい、ね、まあこうやってできたわけですけども、このまま、冷凍に入れておくと、冷凍焼けしますから、タッパーを使います。はい、こういうね、もう昔ながらの昔ながらっていうか、うちではね昔ながら使ってるタッパーでございます。これに入れて、保管しておくと、まあ、大体ね、こうどう入れるか、横で入るかな、もうこんな感じで今入れてるけど、微妙に高さがあれかな、タッパー一つで入るな、はいはい、こんな感じで並べちゃったけど、蓋が閉まれば OK。 ちょっと当たるな、ここが
ここがね当たるんですよ、こっちの蓋の。普通に入れよう。こんな感じで普通に重ねております。まあ、これが一番いいんじゃないかな。はい、7個入りました。4つでね、まあ、多少こう出てるぐらいは多分、はい、閉まりました。はい、普通に閉まりましたね。はい、完成でございます。あとはね、この蓋の上に、日付とか何用とか書いておけば、こう見た感じで、分かるかと思います。で、これで、今うちで一番古いやつが2011年って書いてあったので、かなり、古いですよね。もう何年 ?2011 年結構5年前か。2011年か12年の6月って書いてあったから、もうかなり、古いです。はい、まあまあ最低でも4年か5年は、これで持ちます。なのでだからもう20だよね、最低でも20。なんかね、ラップでもいいんだけど、ラップの場合完全にね空気と遮断されないんですよね。はい、こんな感じでね、入っておりますけども、まあこれでね、まあ袋で、1回空気を遮断して、でさらにこういうタッパでもう一段階遮断と、2段で、冷気から遮断してます。なので、意外と長持ちしますよ。本当にでも自分に使われるのがその4、5年前のだから、それでまだ普通に、去年の今年の置き黒いって使ってますからね、これで。で釣れてるんで、で冷凍焼きもしてないといった感じです。まあ、何重にくるむのも別にね、こう最低でもこの二重にはくるんでほしいなと思うんですよ、空気から遮断するのにね。ラップじゃあんまり真空や密封はあんまりできてないかな。ただやっぱ隙間ができちゃうので、まあ、それでもまあ何もしないでいいんですけど、やっぱこういうタッパとかに入れることで全然、変わりますので、こういうタッパおすすめです。でこれダイソーとかセリアとかでこう3つぐらいで100円かな、108円かな、税込み108円ぐらいで売ってますから、これもおすすめですね。マイナス、20度までいけると。蓋はマイナス30度と書いておりますけど、まあ、そんなにね、家庭用でマイナス20何度ってなかなかないと思います。18から20度ぐらいが平均なので、はい、というわけでございました。このままね、あとは上にこうサラサラと書いて、冷凍庫に、直しておきたいと思います。これ直してたのかな、置いたく難しいからね。はい、以上でございました。今回もご視聴ありがとうございました。じゃあね、作ってみてね、チーズ用に。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。